ふう、着いた着いた。やっと来られたね、猫カフェ。ずっと来たかったんだ。あ、もう一度聞くけど、猫アレルギーとか猫嫌いとか本当にないんだよね。ない？大丈夫？それはよかった。じゃあ入ろっか。こんにちは。ねえ、見て見て見て、猫いっぱい。当たり前？そうだよね。猫カフェだもんね。猫がいっぱいいて当たり前か。いや、つい興奮しちゃって。この子たち、みんな撫でていいんだよね。ああ、嬉しすぎ。よし。じゃあ、この辺座ろ？人少ないし。よっこいしょっと。ああ。猫ちゃん来ないかな。あまり人間の方からグイグイ行くと怖がっちゃうから、猫ちゃんの方から来るの待たないとね。来ないかな。一匹寄ってきたよ。おいでおいで。おいでおいで。あー、かわいい。毛並みツヤツヤだね。なになになに。あー、なに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 。あー、首の下もなになにな。あー、かわいい。ゴロゴロいってるよ。あ、めちゃくちゃかわいい。お腹見せてくれた。え、お腹、お腹触っていいの？いいの？触っちゃうよ。ああ、よし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 。ああ、ふわふわだ。顔を詰めて吸い込みたい。あはは、かわいすぎる。ああ、よし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 。ああ、よし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 。ええー、かわいいね。ん？ねえ、なんでほっぺ膨らましてんの？猫ばっかり撫でててずるい？私のことも撫でろ？猫撫でてることに怒ってんの？猫カフェってさ、そういう場所でしょ？猫撫でる場所でしょ？そんなに撫でてほしいってなら、君のことも撫でようか。ほーら、こっちおいで。え？そんな猫の毛だらけの手で撫でないで。なんだよ。撫でろって言ったり、撫でるなって言ったり。いや、気持ち焼いてわけわかんなくなってるでしょ。ほーら、ほーら、そんな拗ねてないで。君も猫ちゃん慣れてごらん。ほら、ここに書いてあるの読んで。青いバンダナつけてる子は撫でられるのに慣れてるんだって。赤いバンダナの子はちょっと警戒心が強いらしいよ。だから青いバンダナの子を撫でよう。ほら、この子にしよう。撫でてごらん。優しくね。そうそう、そんな感じ。ほら、ゴロゴロ言ってんの聞こえる？喜んでんだよ。よかったね。あ、ほらほら、もう一匹来たよ。優しくおいでって言ってごらん。おいでおいで、おいで、おいでおいでおいで、おいでー。俺がいいの？俺の膝の上に乗りたいの？あ
この猫ちゃん自ら膝に乗ってくれたよ。ほら、いい子だね。なでなでなで。なで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 。抱っこしたいな。あ、でもここ抱っこ大きいしだからな。撫でるだけで我慢しないとね。よしよしよし。あ、よし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 。あ、またほっぺ膨らませてる。もう、そんなにすねないの。もちろん君の方が可愛いよ。君の方が大好きだし。本当だよ。君の方が何倍も可愛い。やきもちだってめんどくさくないよ。ほんとほんと。かわいい猫ちゃんとかわいい君を同時に堪能できて、俺今めっちゃくちゃ幸せな気分。でも君が機嫌損ねちゃったのはちょっと悲しいかな。ほーら、機嫌直してよ。ね。家に帰ったら、ここの猫ちゃんみたいに、いっぱいなでなでしてあげる。チューもしてあげるよ。チューは君だけの特権でしょ。ぎゅうしながら、なでなでして、チューもしたい。これでも猫に負けてる？機嫌治ったみたいだね。よかった。よかった。ほら、引き続き猫カフェ楽しもうよ。あ、ほら、時間も限られてるんだから。あと？あ、もうあと数十分しかない。一緒に猫ちゃん撫でようね。